はい、こんにちは、みつくんです。今日はですね、また伊勢中川駅来てるわけなんですが、まあ、近鉄乗ってね、どっか行きたいと思います。で、今日ね、行きたいのが、踏切シリーズ行ってみましょうか。踏切シリーズで、踏切シリーズなんですけど、今日はですね、どこ行こうかな。なんかいっぱいネタがあるんですけど、踏切はね、ポツンとある、なんか踏切があるのに踏切の役目を果たしてない踏切ちょっとそこ行ってみようかなと思います。ということでね、それがね、ちょっとね、南大阪線にあります。ということで、ちょっとね、伊勢中川駅から行ってみましょう。ということで、今時間がね、これね、8時14分ぐらいなんですけど、これね、6分ほど遅れてますからねなんで今ね、8時20分ぐらいなんですよ、実際は。ということで、ちょっと行ってみたいと思うんですけど、8時34分発の京都行き特急乗って、八木乗り換えで、南大阪線の方行きたいと思います。本当はね、8時17分がいいですよ、南大阪線は。ちょっとね、まあちょっと遅れた感がありますが、行きましょう。はい、それではよろしくお願いします。さあ、やってまいりましたが、今日ね、京都行き特急、8時34分発の京都行き特急、これね、6両編成なんですよね。いつも4両編成なのに、今日何かあったかな。ねえ、昨日人身事故がなんか高田と松塚の間であったらしいんですが、その絡みかな。The next stop is Sakakibara Onsenguchi. Station number B57.早い早い。この列車には乗車券のほか特急券が必要です。早いわ。戻り間違いないようご注意ください。めっちゃ早い。乗り換えできるかな。橿原神宮前から、シャラジング前から南大阪線乗り換え。扉が開きます。ご注意ください。1分。きついな。ちょっとダッシュで行ってみようか。ということで、大和八木出発。よいしょ。はい、出発です。9時半着なんですよ。9時30分着で、阿部の橋行き急行が9時31分発ちょっときついな。
油断してた。めっちゃ油断してた。橿原神宮前。お忘れ物がないよう注意ください到着しました。古市です。はい、橿原神宮前の1分乗り換え行けましたね。意外に走ったけど、まあまあ余裕でしたね。はい、ということで古市近田八幡以来、河内長野も来たかな。はい、そんな感じでね、古市の駅に来ております。古市もね、いい場所ですよね。はい、長野この車両古市までということでね、切り離しするんでしょうが、いいですね。ということでね、今回は踏切ということでね、ちょっとね古市から戻ったところに放置された踏切があるんですよね。それをちょっと見に行きたいなという感じで踏切シリーズにします。はい、ということで早速行ってみたいんですけど、あの安倍の和周期準急がね、近鉄ギャルなんですよ、運転手が。だからあれだけ見届けていきましょう。ということでね、早速外出てね、その踏切行きましょう。あ、近鉄ギャル撮ってたらもうすっかり切り離されてます。はい、残念。はい、ということで古市の外に出てまいりました。踏切の音色がいいですね。やっぱりね、古市といえば古墳の町みたいなイメージがあるんですが、いいですね。場所的にはね、こう細い道からね行くんですけど、間もなく到着です。出てますね、踏切と。車は入れないですね。はい、中野町集会場っていうのもあります。ここ渡りましょう。これが古市第2号踏切と書いてます。はい、これドーンドーンってなってるんですよね、これで。この線路が橿原線ですね。橿原線、南大阪線ですね。はい、でこっちがね、
近鉄長野線ですよね、はい、ということでここにいるということは南大阪線長野線の間にいるということですね今、はい、の踏切です。ここねすごいねいいんですよね、なんか素晴らしい場所なんですよね、居心地がいい場所。はい、ということで古市第2号踏切ね、まあね、車通れません、狭いですけど、まあ何の変哲もないね踏切です。ね、音色が優しいですね非常に。いいっすね、このカーブ最高ですね。これちょっと写真撮りますねすいませんと、あれそっちか長野線、あれあれ、あ、来た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 、そっちかいと思ったけどね、来ましたね。あ、いい、これいい。絶品カーブですよ、もうこれいいな。はい、というね、古市第2号踏切なんですが、まあ障害物検知とかもないんでね、ちょっと危なっかしいんですが、まあ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 、まあ普通の踏切かなという感じがします。でね、今回紹介したい踏切がどこにあるのかと言いますとですね、はい、この森の中です。森の中撮れるかな。あのね、南大阪線乗ってたら車窓から見えます。はい、車窓から見えるんですが、撮れるかな。前来た時こんな草ぼうぼうじゃなかったんですが、ちょっと見てみましょう。はい、よいしょ。あ、こっから見えるかな、こっから見えるかな。あった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 、あれですね。はい、こいつ、この踏切です。放置された踏切、あそこにね踏切があるんですよね。なんだこれはって感じなんですけど、はい、この踏切があります。ということでね、この謎の踏切がここにあるわけなんですよ。で、河川とかもあったんでね、僕昔の鉄道跡かなと思ってたんですよ。例えば河南鉄道とかね、の近鉄の前身になってた時の
線路跡かなとは思ったんですけど、もしかしたらこのね、あの河川中とかはそうかもしれないんですけど、あの踏切はもう全く関係ないものらしいです。でどっかから見えるといいんですけどね、ちょっと反対回って見てみますかという感じでね、あそこに踏切が、ちょっと一本だけ電車取ってみようと思います。はい、ということで今通った感じみたいに、まあこの遮断機なんか折れてんのかな、短いから折れてんのかな、なんかねまあ下がることはありません。はい、もう向きが完全におかしいですからね、これ警報器もなんか向いてる方向がもう全然線路と違う場所なんで、まあ、違う位置なんでね、これも全然違うんですけど、まあ、こういう踏切があるということです。ちょっと回り込んでね、向こう見てみようかな。はい、この橋梁もいいよね、これ長野線の方なんですけど、映えますよね、これ下に川にも映り込んでるっていうのがいいですね。すごいね、でもこれ、この歩行する橋なんですけど、大阪府では現在河川に架かる橋梁の調査を行っておりますと書いてますね。でこの橋ができた経緯をご存知の方は恐れ入りますが下記まで連絡くださいと書いてます。はい、なお今後管理者が判明しない場合は閉鎖を検討してまいりますということでね。ということはこれね、把握されてないんですね。はい、大阪府なのかな、大阪府が管理されてない。昭和46年3月竣工って書いてあるんですけどね、この経緯は存じ上げてないみたいですね。すごいな、こういうのあるんだ。はあ、これ前来た時こんなんなかったんですけどね。はい、これでもこの橋なくなったら結構めんどくさいねと思いますけど、そういう感じになってますね。草ぼうぼうでね、ちょっと詳細がよくわかんないんでね、線路の奥から取れたらなとは思うんですが、よし、もうちょっと行ってみようか。この辺からやったら見れるかな。おー、すぐそばにありますね、これ。はあ、これ。あ、書いてある。よく見てくださいね、これ。すぐそばにあるんですけど、これ。ここ。坪坂山第4号踏切って書いてます。坪坂山4号踏切。坪坂山といえば近鉄吉野線ですよね。はい、なんでね、坪坂山4号踏切がここに移設されたじゃなくて、使用しなくなったので使わなくなったのかなと、でここに放置されたというのが多分一番の経緯だと思うんですけど、はい、という感じです。
まあ、ここにねちゃんと坪坂山って書いてあるんで、はい、こういう感じになっております。これがねもう遮断機も折れてますし、結構上の方とかこれ古いですよね。ちょっと錆が来てるのかなという感じがするんですけど、でもまあ比較的綺麗ですね、まだだと思います。はい、ということでね、ここに眠る踏切の正体、坪坂山第4号踏切の昔のかな跡だと思います。そういう認識です。はい、ということでね、なぜここに放置されたかっていう経緯がねちょっとよく分かってないんですけど、まあ決してねここにもともとあった踏切ではなさそうです。はい、ということでね放置された踏切を見に来ました。まあ坪坂山第4号踏切、なぜここにあったか、もう経緯をね、ここに置かれた経緯をね知ってる方はねぜひねコメントいただきたいと思うんですけど、僕が調べた限りでは出てなかったんでね、まあ廃棄して置く場所がなかったんでここに置いたのかなというイメージしかないんですが、はい、なぜ坪坂山第4号踏切がここにあるのかね、またね、その経緯をね知ってる方いたらね、あのさっきの橋梁じゃないけどあのね、あのコメントいただけたらなと思います。はい、それでは今日これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。